アンペグはワシントン州ウッディンビルに本拠を置く楽器用アンプメーカー。エレクトリックベース用アンプを専門とするが、エレクトリックギター用、オーケストラ用、アップライトベースのアンプも製造する。設立時には、名ピアニストでベーシストであったエベレット・ハルとスタンリー・マイケルの共同経営によるマイケル・ハル・エレクロトニック・ラボという名であった。最初の目的は、春設計のマイクピックアップと、 歪みを最小限に抑えた楽器用アンプを製造することだった。一般に真空管アンプは強く演奏した時に音が歪んでしまい、ジャズミュージシャンである春はこれを嫌っていた。ピックアップはアップライトベースのエンドにフィットするよう意図され、アンプリファイドペグまたは短くアンペグと呼ばれた。会社を独占所有した後に春は社名をアンペグベースアンプカンパニーに改めた。 1970年代初頭の B-15N アンペグは革新的な製品を生産しており、そのブランド名のもとに6つの米国特許を取得した。1960年にジェス・オーリバーは真空管の保護のため統治可能なシャシーを持ち、スピーカーキャビネットの中にすべてを押し込んだコンボアンプを作成した。このコンボアンプはポータフレックスとして知られ、1960年代を 通じて人気を得た。またアンペグは1960年代に世界初のリバーブ内蔵アンプ、リバーブロケットを製造した会社である。これはフェンダーのバイブロバーブより2年早い。1960年代にはアンペグはかなり低出力のコンボアンプしか製造しておらず、売り上げは減少していた。ロックコンサートは強大化しており、より大きなアンプが求められていた。 そこで、チーフエンジニアのビル・ヒューズは、スーパーバキュームチューブ回路を同名のアンプ用に設計。重量85ポンドで、平均300ワットの出力は、当時の他のアンプを凌駕した。その高出力により、SVT はより大きな会場での使用候補となっていった。1970年代には、ロック公園で広く使用されるようになった。 ローリングストーンズは彼らのハイワットアンプの通関の遅れにより、米国ツアーでは SVT を使用することとなった。1970年代の SVT はまだ現役のものもあり、市場ではプレミアム価格で売られている。SVT は今日でもアンプの評価の尺度となっている。SVT で使用されているスピーカーキャビネットを設計したのはロジャーコックス。 この大きなスピーカーキャビネットには10インチのラウドスピーカーが2機ずつ4列並んでいる。このキャビネットは無限大ワッフルとして設計されている。初期版では CTS のスピーカーを使用していたが、1972年から会社が SLM に買収されるまでエミネンスのラウドスピーカーが使用された。高出力、ベースアンプに10インチスピーカーを使用することは、 当時の常識からは大きく外れたものであった。SVT アンプと10インチスピーカーの組み合わせはアンペグにより練リ習リされた。メジャーなブランド、フェンダーやマーシャルと比較して入手性や使用可能性は複合的問題である。フェンダーのヴィンテージアンプが高値で売られるのに対し、アンペグのギターアンプのほとんどはもっと安く入手できる。現代的仕様にはややクリーンすぎることはさておき。 古いアンペグアンプで使われている真空管には特に特定のギターアンプヘッドで使用されているものにはすでに製造終了している無名のものがあり在庫も枯渇しているため非常に入手しづらくなっているこのため真空管の交換は困難であるが入手が難しかったものでも V-4B や V-4 で使われている 7027A や SVT で使われている 12DW7 等は再生産されている。また、7027A は最も一般的なパワー間6リットル、6GC のピン接続を変更したものであるが、アンペグアンプにおいては追加ピンが接続されていないため、最も入手しやすく、種類も多い6リットル6 g c がそのまま使える。現行の 7027A は2種類あり。 リフレクター製のソブテック -7027 と JJ エレクトロニック製の 7027A があるが、どちらもオリジナルのアンペグが採用していたサルベイニア製7027とは、趣きの違うサウンドである。そのためにサルベイニアの6リットル6 g c をコピーした製品シュグアング製6リットル6 g c m s t r を使用しているプレイヤーが多い。 一般的に1964年までのアンペグのギターアンプは暗く、不機嫌なサウンドでいくら強く弾いても歪まないということであまり人気はない。1964年から1967年にかけてアンプの出力は増大し、リバーブが加えられ、真空管は今日でも入手が容易なものが使用されるようになった。1969年から1979年に、 かけては SVT シリーズが発表され、これは1960年代から1970年代のベースアンプの中でも特筆すべきアンプである。当初の SVT には太く、クリアでパンチの効いたサウンドが要求され、V2、V-4 ヘッドや VT-40、VT-22 コンボアンプには1970年代のクランチながらクリーンなサウンドが求められた。 アンペグはそのアンプの体となる、癖はあるが独特な楽器を制作した。これは1962年頃のベイビーベースから始まった。デザインはゾアコから購入、ジェス・オリバーが再設計し、ニュージャージー州デンの工場の片隅で製造された。これはアンペグの価格表に1970年頃まで載っていた。1960年代初頭には、 アンペグブランドのギターとベースがバーンズロンドンで製造されたが、これはあまり売れなかった。輸入コストが高く、フェンダーやギブソンの楽器と比べて非常に高価なものになったからである。ボールドウィンによるバーンズの買収に伴い、アンペグとバーンズの関係は終了した。1966年、アンペグは自社製のロングスケール、ホリゾンタルベースを発表。フレット付き。 フレットレスの両方が用意された。特徴的なフォームを持ちボディの異なるが回路は同じデビルベースも作られた。当初はブリッジ下に変換器を使用していたが、1968年に一般的マグネティックピックアップを使用する要塞設計された。同時にショートスケールのフレット付き、フレットレスモデルも製造された。1969年にホリゾンタルベースは、 ダウン・アームストロングの設計、製造によるシースルー・ギター、ベースに置き換えられた。ギターはスナップ式の交換可能なピックアップを採用し、音色の変更が可能であった。またショートスケールベースは2つのスタックコイルとパンポットを使用し、トーンに広いレンジをもたらした。シースルーのルーサイトボディはアームストロングのオリジナルアイディアで、サスティーンの長さに非常に貢献したが、ひどく重かった。 これらは他社にあっという間に真似をされた。シースルーの製造は1971年にアームストロングとアンペグのアンプ製造に関する財務的対立により終了した。1970年代半ば、アンペグは日本製のギターとベースをスタッドシリーズとしてラインナップした。ギターはスタッド、ヘビースタッド、スーパースタッド、ベースはビッグスタッド、リトルスタッドからなる。 このシリーズは人気のあるフェンダーやギブソンに勝つためのものであった。スタッドは安いっぽい作りのものがある一方で、高品質のものもあった。1990年代の終わりにアンペグはベビーベースとホリゾンタルベース、そしてシースルーのデザインを元にした木製の楽器とシースルーを再投入した。アンペグはコンパクトエフェクターも製造している。1960年代には単体、 リバーブを1969年にはスクランブラーを1970年代半ばから終盤にはフェイザーをそして1980年代半ばには日本製の6種のコンパクトエフェクターを出しているまたアンペグブランドのピック、弦、ストラップ、ポリッシュ等をサウンドキューブ、バスターといった練習アンプ同様に出しているアンペグは現在主に ベースアンプ分野で成功を収めている。ギターアンプやダウンアームストロングの楽器製造も行っている。リー・ジャクソンは VL シリーズのギターアンプを1980年代後半から1990年代初頭にかけて設計した。これらは 50W あるいは1 0 0トのヘッドと5 0ト1 2インチ X2 のスピーカーのコンボアンプである。2005年アンペングと 親会社のセントルイスミュージックは、ラウドテクノロジーに買収された。2007年3月、ラウドは、アーカンソー州イエルビルでのアンペグ、クレートの製造をやめ、これらの製造をアジアの契約メーカーに外注化した。同年の5月には、イエルビルの工場を閉鎖、売却し、ミズーリ州セントルイスの開発部門も閉鎖しつつ、アジアの技術者と同様従来の技術者によって、 設計された新製品を作ることを選んだ。この意向は総合的な品質低下の懸念となり、世間、特にアンペグユーザーからの強い疑問を引き起こした。それまでのアンペグの重要なセールスポイントは、アメリカで設計、製造された製品だということであった。2018年5月、かねてよりベースアンプのラインナップ拡充を計画していたヤマハとの契約を締結、同月より、 ヤマハ参加となることが発表された。ありがとうございます。